インサイドドライブインを取りしまして、約1時間ぐらいですかね。じゃあ名古屋はね、パイナップルパークに来ました。まあ可愛い。4人です。何名様？はい、チーズ。やったー！オッケー。うん。あ、すごいね。どれ？どれ？何色？あれ？緑？あ、あれか。一番右のやつか。うん。じゃあやって。はい。お写真撮りまーす。3、2、1。おう、どっちゃん、運転うまいやんけ。ご案内いたします。その前に僕からのお願いがあるか。このみんなが乗っているパイナップル号はゆっくりとした速度で走りますが、危険ですので走行中に降りたり立ち上がったりしないようですが、沖縄の伝統的な楽器安心の竿として使われる希少な樹木ピンクテコマは6月から8月、クワガタや。とっくりキワガタは9月から12月、これ買ったやん。それぞれピンク色の綺麗な花を咲かせます。ここがパイナップルやね。パイナップルにはパイナップル畑です。切って食べるスナックパインやクリームパインなどもあり、他にも観賞用のヒネパインや花パインなどもあります。これなってるやん。なんか結構まんまんなっていくねんね。うん、パイナップルってオプションになります、ね、これ収穫するの大変やな、これ。はい、ありがとうございます。はい、チーズ。オッケー。もう一回、もう一回。いや、はい。チーズ。あっちにもおしもいる？これもわかんない。ほら。